パリ五輪の一部競技がスタートし、テレビ各局が熱戦を伝え盛り上げる五輪シーズンがやってきた。前回東京での夏季大会との大きな違いは時差だ。日本のメダル獲得が期待される種目の重点放送は従来通りだが、日本時間深夜、未明の種目をインターネット配信でカバーし、生中継と見逃し配信で視聴者の獲得を狙う。一方 放送権量の高騰で民放全体の五輪収支は2012年以降、下季3大会続いて赤字。今大会も厳しい見込みで、五輪と放送の在り方が問い直されている。一覧で見る、パリ五輪のメダル期待種目と注目選手。未明まで高視聴率狙い、NHK と民放各社が協力して全面展開する。精一杯。 熱い戦いをお届けして、皆さんに楽しんでいただきたい。テレビ朝日の篠塚宏社長は今月2日の定例会見で、パリ五輪への意気込みを語った。前回の東京五輪と比べて盛り上がりに欠けるとささやかれる中、西陣常務は、基本、始まった日から一気に盛り上がるというのが最近のパターンだ、と前向きだ。テレビ局にとって、五輪は一大イベント。 東京五輪が行われた21年は年間個人高視聴率上位30番組にパラリンピックを含む五輪関連番組が19番組も入ったビデオリサーチ関東地区調べ今大会も日本選手のメダル獲得への期待が高まれば高まるほど注目が集まる民放関係者とあって各局がバレーボールや競泳柔道卓球など人気種目の中継に力を入れる。 NHK も負けてはいない。計810時間をパリ五輪のテレビ放送に費やし、開会式直前の26日午後7時半には、パリオリンピック2024開会式直前スペシャルを現地から生中継。稲葉信夫会長は24日の定例記者会見で、日本選手の活躍は司祭漏らさず放送すると意気込んだ。いずれの種目も、日本とフランスでは7時間の時差があるため、 日本時間の夕方から翌朝にかけてのタイムテーブルを中心に編成されている。ほぼ全種目ライブ配信。スポーツイベントは地上波の生放送だけでなく、配信での視聴も盛んだ。ビデオリサーチによると、東京五輪では配信を視聴した人が全体の3割を超えた。今回のパリ五輪では時差のため、配信のニーズがさらに高まると見られている。民放公式テレビ配信サービス。 TVer TV は民放テレビの生中継番組を同時見逃し配信するほかテレビで放送されない競技も含め全32競技329種目のほとんどをライブ配信する。